伴苗百越明治3年6月22日は、幕末の藍津藩士。藍津藩上級藩士、友の沙太郎宗忠の長男として、閣内本氏の定三日町口角門西で生まれる。友野家は、大々藩の高番頭であった。母親戦争で、茅野右、兵衛隊組頭として越後口で奮戦、後須作隊より合い二番隊中隊頭を務める。 長岡城陥落後合図に戻り、牢城戦で活躍。国内史上最大の内戦となった同戦争では、東軍死者は4680人、内合図の死者は2557人に上った。明治元年9月22日の会場後、10月1日に民政局が設置される。二戦0の合図藩士の遺体は、 続軍という汚名のもと埋葬することも許されず、不乱するがままになったと交換言われているが、同月4日には格外に放置されている遺体を、上中の分から始め、阿弥陀寺と長明寺に埋葬するよう命じた。遺体埋葬令が出されたものの、公設と12月までに頻発した一機のため作業が中断されたとするのが実情で、この間、悲願の戦死者一切に対して、決して何等の処置をもなすべからず、 もしそれをあえてなすものあれば厳罰首との、合津若松での明治新政府通達が出され、合津川だけでなく、新政府側兵士の遺体物ざらしにされたという。当時若松取締りの町の、モンドラが新政府軍務局長で、岡山藩の三宮公安に働きかけ、在任塚から寺院に埋葬が変わったとはいえ、その作業は、被差別部落の人々により行われ、 カバネを投げ入れること岩石を扱うごとしであったという。いたたまれぬ、藩士たちは、作業を丁重にしてくれるよう船民に頼むも金を要求され、工面できたが、身分の違う船民との接触は叶わなかった。そこで、白羽の矢が立ったのが友であった。友は鷹、シゲル島として、鷹の餌の鳥獣を買い入れるために、例外的に船民と接触が認められていたのである。 君校の馬前で命を捨てるのも、彼らの中に入籍して切られるのも精神において、変わりのないはず、順安者のお骨は友に拾わせていただきたいから、友はあえて身分を落とし直接作業に当たったのである。町野は、話の通じる三宮を尋ね、事情を明かした飲み込み、その計らいで、友は、埋葬方に認じられた。こうして阿弥陀寺、アミナ二1281。 長明寺145など16箇所に総数1634の遺体が2ヶ月にわたり埋葬されたという。満足して滝沢村に帰ってきた友野らであったが待っていたのは民生局観察方県団国、久保村文四郎の嫌がらせであった。埋葬地につけた墓標等を撤去せよとの言明が来たのである。当時全国的に横行していた偽金、偽札作りは 合図でも、例外ではなく、容疑者を捉えると、久保村はろくに調べもせず斬首する圧生者として、若松城下では誰知らぬものはなかった。その久保村は、明治二年民政局の廃止で職を免税られ、7月に、国境越前に帰還することになる。久保村出発の日を探り出した友は、高津中三郎ら同士と共に、田場松峠で待ち伏せして斬殺、越後方面に逃亡。 大安寺村の坂口津江門のもとに身を寄せた。翌3年6月22日、友の潜伏する大安寺村の慶雲庵に村松藩の堀が殺到。友は堀の一人を板戸越しに刺した後相手方のひるんだ隙に自陣して果てたという。友の遺体は村人の手により慶雲庵に埋葬され自然石の墓標が建てられたが、 その後、経運案もなくなりアレルに任されていた墓地は、昭和41年3月、越後交通社長、柏村武氏の手によって、整備改修され、墓碑も設けられた。同62年4月、元国鉄愛図線管理所長、友野光一郎は、当初の墓碑が普及したため仙台医師に墓碑を刻み、混流した。平成11年10月、 佐藤氷泉家流教授とも敬悦と弟で国鉄塩釜駅長、友ともの和夫が祖霊追善供養のため慶運案より百越の遺骨を文骨藍津若松市大久保山麓に佇む将運、山前隆寺に母妃と共に破壊しを根流。法名治公因伝百宝優越古寺。釈迦とあだ名された県の達人であった明治用東日本部落解放研究所 東日本の部落紙、第2巻 130p、ありがとうございます。